いいね。歴史と文化の町金沢市、歴史ある建築物を残しながら新しいものを取り入れ成長し続ける町です。シンボルである金沢城は先月ネズミタモンが復元、合わせて誕生したのが観光ルート加賀百万石回遊ルートです。スタート地点の長町武家屋敷跡にやってきました。これから巡るインスタ映えコースは金沢の景観が楽しめる定番のコースとなっています。どんな映える景色に出会えるのか楽しみです。今回巡るのは回遊ルートの中でも金沢を代表する美しい景観の宝庫。移動距離3キロ、大きく分けて5つのポイントをじっくりと巡ります。スタート地点から早速次のポイントへ。武家屋敷跡を抜けて大通りにやってきました。見えてきたのが小山神社です、明治6年に建てられた小山神社、加賀藩祖前田利家公とお松の方が祀られています。そのため勝負運や縁結びに御利益があると言われています。地元の方はもちろん観光でね参られる方も多いですよね。そうですね、非常に多くの方にお越しいただいております。で、小山神社に来るとまず目に入るのがこの神門ですよね。国指定重要文化財の神門、建てられたのは明治8年です。その当時の最新の技術を取り入れています。祇園風建築物という建築上の建物の一つになるわけですね。祇園風っていうのは何ですか？日本人が西洋風の建物を真似て作ったという明治の初期から中期にかけて日本全国で作られた建物のその分類なんですけども、小山神社では和漢洋の作りになっております。はい、日本、中国、西洋の3つの要素を取り入れた神門。その当時日本の建築にはなかったアーチや門の最上層を彩るギヤマンなどが異国の香りを感じさせます。神社の和の空間の中に綺麗なその和漢洋といういろんな要素が含まれている門があるって珍しいですよね。そうですね、全国でもそんなに例がない、ここだけの特別なものですけども、常にその新しいものを入れることによって、いいものを生み出そうとしてた、そういった金沢人気質がこの場所には集約されているのかなというふうに思っております。今の街中なんかもね、古い街並みもありますけど新しいものも入ってと、あと昔からじゃあその金沢の方の心っていうのはあまり変わってないのかもしれませんね。そうですね、街中に兼六園もあれば現代の美術館もあるっていうのが非常に今溶け込んだ風景になっております。やっぱりそれが金沢の魅力なんじゃないでしょうかね。伝統と革新的技術が調和した神門、その趣がありながらもモダンな姿は金沢らしい景観の一つです。小山神社の景観を堪能していると時間はちょうどお昼時、今日のランチは神社のすぐそばでいただきます。小山神社のすぐそばにあるこのお店、うわおしゃれ。今日のお昼はここにします。今回お邪魔したのは創作料理のお店ミール。京都のイタリアンや石川の料理店で修行をされた村上さんが営むお店です。ここでいただけるランチは、こうしました、今日これが今日のランチです、はい、メインが牛タンの炭火焼きです。へえ、いやすごい美味しそう。ミールのランチはその時の仕入れによってメニューが変わります。今回は牛タンの炭火焼き、炭火でさっと炙った牛タン、香ばしい香りが食欲をそそります。柔らかい、ジューシー。この牛タンの他のほどに旨味が出てくる感じ、美味しい。このネギのシャキシャキ感、また、そうですね、音がするぐらいシャキシャキで、
っぱ食感が大事なんで、ネギは火を通さずに生のものを使ってます。はい、ちょっとこの辛みもあって、ね、香りも立ちますよね。はい、そうですね。美味しい。メインをいただいた後は彩り鮮やかな3種の小鉢、村上さんおすすめのかぼちゃの豆腐をいただきます。かぼちゃの豆腐、とろっとろ、なにこれ、すごい滑らかな口どけで、このかぼちゃの甘さが美味しい。これちょっとびっくりしますね。 ありがとうございます。かぼちゃの豆腐はかぼちゃ、だし、生クリームなど材料も特徴的、使ってないですね。そうなんですね。見た目がちょっと豆腐っぽいので、その方があのイメージしやすいかなと思います。皆さんに。その他にズッキーニのおひたしやカレー風味の南蛮漬け、美味しそう、ラベンダーの棒茶など、ランチには個性的なメニューが。なんか面白いですね。本当この村上さんの考えるいろんなお料理が集まってるランチですよね。そうですね、はい。美味しい。食材の新しい美味しさを教えてくれるミール、皆さんも訪れてみてはいかがでしょう。お腹もいっぱいになったところで、小山神社を抜けてインスタ映えコースの一番の見どころへ。その見どころというのがこちら、ねずみたもん、ねずみたもん橋です。先月18日に一般公開された金沢の新名所。門は特徴的な黒い生こしっくい、橋は能登ひばが使われています。今回は復元に携わった大脇さんにねずみた門について教えていただきました。このねずみた門橋とねずみた門というのはどういったものなんですか？はい、ねずみた門ですけれど、これはこの向こう側に玉泉院丸という城の敷地があります。でこちら側が今小山神社になってますけれど、金谷出丸という、やっぱりこちらもお城の敷地でした。はい、ここを結んでいたのがこのねずみた門で、ねずみた門橋だったんです。400年前に存在していたねずみた門、ねずみた門橋、現在は金沢城の入り口として使われていますが、当時は金沢城内の玉泉院丸と金谷出丸をつなぐ場所でした。ねずみっていうつくのが面白いなと思ったんですけど、名前はどういった由来があるんですか？はい、まあ、いろんな説があるんですけれど、一つはこの建物を建てるときに工事をしたら、ねずみがいっぱい出てきたと、それでねずみが多いもんと、そういった説も、まあ、本当かどうか分かりませんけれど、あるようです。その感じのままですね。そうですね。あ、そうなんですか。はい、で他にもですね、ちょっと見ていただければ分かるかと思うんですけれど、はい、色が全体的に黒みがかったネズミ色をしていると思うんです。これが名前の由来という、そういった説もあります。面白いですね。いろいろありますね。はい、なんでまたこの今復元しようと思ったんですか？はい、金沢城もともと石川門という門が昔から江戸時代から現存しています。はい、で他にも大手門とか、黒門、こういった入り口が外からの入り口としてありました。でただ一つだけこのねずみた門だけがこれまで復元されてなかったということで通行できなかったんです。でそれを今回、復元整備したということになります。江戸時代のこの金沢城周辺の景観が今もう全て復元されたということですか？はい、それが蘇ったということになるかと思いますね。あ、すごいですね。復元されることで金沢城をより当時のものに近づけたねずみた門、実はこんなメリットも。門と橋が出来上がることで今までは公園の外に出てから、長町とか大山神社行ってたんですけれど、これがつながることで、長町武家屋敷の方から大山神社で金沢城公園、兼六園、でまた本田の森公園と、こういったルートがつながると魅力的なルートが出来上がったというふうに考えております。金沢市にある金沢城をはじめとした観光スポット、ねずみた門完成前はいくつか回ろうと思うと迂回したり、もう一度来た道を戻ったりする必要がありました。ですがねずみた門の完成後、その問題が解消。
長町武家屋敷跡から10月にオープンを控えた国立工芸館までストレートに巡ることができるようになったんです。それではネズミタモンをくぐって金沢城公園内へ。目の前に来ると立派ですね。はい、この扉だけでも1枚300キロ以上あると言われてます。そんなに、はい、重厚感ありますもんね。そうですね。この門を抜けると、はい、ここ上がったところが玉泉院丸庭園になります。そちらの方に私のおすすめスポットもありますので、はい、行っていただければと思います。行きましょう、はい、どんな景色が見えるのかな。今回の旅したガールは金沢に新しく誕生した加賀百万石回遊ルートを巡っています。ネズミタモン、ネズミタモン橋の復元に携わった大脇さんがおすすめする門周辺の美しい景観とは。綺麗ですね。そうですね、ここからはお庭が全体が見ることができます。ここが大脇さんのおすすめのスポットですか。そうですね、ここが松坂という場所なんですけれど、はい、この場所からはこの玉泉丸庭園の全体をこう上から眺めることができます。三代藩主利常が作った玉泉院丸庭園、その後歴代の藩主により手を加えられ半世紀まで愛されていました。見どころは庭園の池にある大小の島、発掘調査や当時の絵などをもとに復元されました。あ、綺麗。今日ねすっきり晴れ渡ってるからこの青と緑のコントラストがまた美しい。そうですね、本当写真に収めたくなりますね。はい、この後インスタ映えコースでは倉庫として使用され非常時には城壁の役割もあった50軒長屋、利家が入城後重臣の屋敷が建てられた三の丸広場、現在は金沢城公園の表門として使われている石川門を通り兼六園へ。日本三名園の一つ兼六園、広くて見どころもたくさんあるこの兼六園を巡るときに便利なのがこちら、加賀百万石回遊ルートアプリです。おお、そんなアプリか。そうなんです、回遊ルートの誕生とともにリリースされたアプリ、散策マップやツアーコースを確認でき街歩きを助けてくれます。さらにはおすすめスポットの見どころを見ることもできるんです。見どころがたくさんある兼六園を回るにはもってこいのアプリです。アプリを使って兼六園のシンボル琴路灯籠や見事な枝ぶりの唐崎の松などを見た後はルートのゴール国立工芸館へ。着きました、国立工芸館。今回は長町の武家屋敷跡からぐるっと回ってここまでやってきました。で、今回回ったコースだと新しくできたネズミタモン、ネズミタモン橋を通って金沢の定番の観光スポットも回れます。で、写真映えするスポットもしっかり押さえてますから改めて金沢の良さを感じられるんじゃないでしょうか。